東海テレビニュースワンでお伝えしてきたキャンペーン、変わる PTA が優れたテレビ番組やラジオ番組などに贈られるギャラクシー賞の報道活動部門で優秀賞に選ばれました「変わる PTA」では保護者の協力を得ながら PTA のリアルな悩みや時代に合った在り方を模索する動きなどニュースワンで30回以上放送してきましたまた。 PTA への独自のアンケート調査などで本来公費を充てるはずの学校の備品などを保護者から集めた会費で購入していた実態などを問題提起していてこうした放送に加え CM や Web での多角的な展開も高く評価されました。